ジュリアス、エイバリーのバチカンのエクソシストは見ましたでしょうか本作は2月18日から Amazon プライムビデオでも見放題で配信されています。本作がおすすめな理由はエクソシストというジャンル映画としてよくできている。というか、どうもエクソシストものを復興しようとしているらしく、いろいろ説明してくれて教育的な点。これでエクソシスト3などの個展にもアクセスできます。それでかつ103分でサクッと楽しめるエンタメになので興行収入もよく、 そのおかげか、続編の制作も決定しているそうです。本作は、ラッセル、クローが主役のエクソシスト・ガブリエーレ、アモルト神父を演じており、要はこのアモルト神父が人間に取り付くた悪魔を払う話なんですが、実はこのアモルト神父は実在の人物、ローマ教区直属のエクソシストで、国際ふつまし協会の創立し、1994年から2001年まで教会会長を務めていたらしいです。生涯で数万回の悪魔払いを言っており、 その経験をエクソシストは語るという書籍にもまとめています。なので、書籍はローマ法王朝大使館大使の推薦文付き、生涯で数万というと、50年で2万件の悪魔払いを行うにしても、毎日休みなく1件以上は払わなければならないので、当然。 きつねきのような精神病患者を治療しているわけ。映画でも98%は精神医療に回されるとしています。しかし、残りの2%は、という話です。ホワイトヘッドが言うように、西洋思想は、プラトンとキリスト教の変奏曲、完全無欠の神様が不完全な現世を作った矛盾に、2000年近く膠着していました。エクソシストというジャンル映画にとっても、これは非常に重要な背景で、 そもそも神様が完全なはずだったら、この世に悪魔も精神病もないはずです。こうした人類が現実世界で直面する、呼ぶ気のような矛盾をエクソシストは解いて回っています。バチカンのエクソシストの物語の概要も紹介すると、舞台は1987年。先ほどフレダ・ラッセル、黒を演じるガブリエーレ、アモルト神父は、 周囲の同僚には好かれるが、剛腕系エクソシストなので、管理部門とは衝突するタイプ。管理部門は管理部門で適正手続きに則っ,って悪魔を払って欲しいわけですが、アモルトは目の前の矛盾を放っておけないわけです。そんなアモルトが本作で退治する事件は、スペインの3、セバスチャン修道院で起こります。まず面白ポイントとして、このアモルトは、ローマから3、セバスティアンまでおよそ 1600km をベスタで移動します。そう、エクソシストものは、 実は日本からすると結構笑えるのです。悪魔が憑依した人間の気候首が180度回転したり、ブリッジの姿勢で移動したりや、汚い言葉遣いは当然悪魔が挑発的に言っているのですが、文化圏が違うと気候が前面に出てきてしまいます。3. セバスティアンで悪魔に憑依されているのは少年のヘンリーで、アモルトと悪魔のバトルはどのように進むのか、ちゃんと説明があります。悪魔は先に述べた気候で人間を挑発しているわけですが、 なぜそんなことをするか遠いと、神に隠しているような罪を責めて、エクソシストを追い詰めるため、対する、エクソシストは、そうした悪魔の攻撃にどのように対抗するかというと、先んじて罪を認めて神に懺悔し、どのような気候があっても神への祈りを絶やさないことでです。お気づきでしょうか。つまり、悪魔も悪魔で、人間の神への忠誠を試しており、これが故に完璧なはずの神が作った世界に、不全をなす悪魔が存在するという、 大きな論理的矛盾が取り繕われているわけです。さらに本作は、アモルトが戦う悪魔は、苛烈を極めたとされる、スペインの宗教裁判の裏にいた悪魔という設定なのですが、こうした神への忠誠を試す悪魔の存在によって、教会の暗黒史をも修正されています。つまり、予武的な世界観がエンタメになっているのが、エクソシストもの。よく考えると、こうした世界の矛盾を鎮圧して回るアモルト神父は、スペインの異端神門官とパラレルではないかと思うのですが、 そうした主人公の葛藤は次回作の楽しみにしておきましょう。このチャンネルではコンテンツ探偵メタが新しい古典を取り上げています。一般的な動画チャンネルでは作品を見ればわかることを紹介する考察動画になっていますが、当チャンネルは作品以上の内容を読み解くものになっています。チャンネル登録、高評価は動画更新のモチベーションになりますのでよろしくお願いいたします。